次は図面に必要な寸法コマンドの説明です。しかしここまでは簡単な寸法の表示ですが、基本設定でまだまだ詳しい表現の方法もあります。図形コマンド、振り返りをしてみます。線コマンドです。矩形コマンドです。円コマンドです。このようにいろいろなコマンドがあります。これからコマンドの振り返りですね。はい、線コマンド。はい、好きな線、まっすぐな線、直線です。はい、いろいろできますね、書けますね。水平のとこ、水平垂直にチェックを入れます。まっすぐです。水平です。はい、水平です。はい、垂直です。これが線コマンドで書きました。次は矩形コマンドを選びました。無指定の時。はい。はい。矩形コマンドでこういういろんな矩形が選べます。寸法を入れてみましょう。寸法を指定してみましょうか。300の場合。はい。300ですね。600の場合。はい。矩形コマンドの指定で300ミリ、600ミリの四角形ができました。今度、円コマンドね、選んでみますね。半径、最初は無指定で選びますね。無指定で、はい、書きます。はい、どんな大きさの丸でも書けます。半径を決めて入れてみましょう。300ミリで。はい、入りました。はい、今度は150ミリ。はい、このように指定すると、いろいろな大きさの円コマンドが書けます。はい、じゃあこれ一回消しますね。範囲設定。はい、全部選びました。ピンクになったところが全部消すコマンド、消去コマンド、消去コマンドで選ばれてますので、一回消します。ちょっと戻ってみます。戻れるんです。これは戻るコマンドですね。元に戻すんですね。すごいですね。でも、やっぱり消します。消します。選んで、はい、全部選んで、消去コマンドで消しました。さて、今度ちょっと図を書いていきますので、スケールは10分の1ですね。はい。四角です。600の矩形コマンドで書きました。次は、これに、ちっちゃい300ミリの矩形コマンドで四角を書いていますね。はい。どこでもつけるんですが、はい、ここで右クリックでつけました。もう一回300ですね。はい。こんな形です。はい。今度は、円コマンド。円コマンド。150で、ここにね、ちょうどぴったり入りますね。300ミリのところにね。で、この入れるときに、これを選んでほしいんです。どこにつかみどころね。ここですね。右上、左上ってなってますでしょ。左上に、これ右クリックするとピタッと入ります。今度、じゃあ、右で、右下にしましょうか。右下見てください。右下で右クリックです。はい、入りました。はい、そしたら、今度
寸法入れてみましょうね。はい、寸法入れてみますよ。足の長さね、はい、引き線ですね。はい、ここ。ここから、ここまで、ここまで、ここまで入りました。一回寸法線を、つかみ直します。ここから、この辺でいいでしょうかね。全体ですね。はい、選びました。600、300、300で1200ですね。はい、もう一回選び直します。じゃあこれで90度。90、はい、90度書きますよ。はい、引き込み線。足の長さ、ここですね。はい。これが書きたい位置ですね。はい。ここから、ここまでと、ここまで。はい。もう一回。はい。ここら辺に書きましょう。はい。ここから、ここまで。ちょっとひっついちゃいました。ちょっと戻りましょう。もう一回戻りますよ。寸法ね。もう一回戻ります。便利ですね。この寸法の足の長さもみんな設定で決められます。決めることができます。ここから、ここまで。はい、今度ちょっとね、余裕ができて見やすくなりましたね。はい。今度は、ちょっとここね、印をちょっと変えてみますね。はい。足の長さ、ここ。あ、ごめんなさいね。ここから、この辺でいいでしょうか。ここから、ここまで。そしてここまで。そしてここまでです。はい、もう一回つかみます。コマンド、寸法コマンドつかみました。はい、足の長さ決めます。書き込む位置決めます。からここまで。はい。あ、ちょっと近づいて。まあ、いいでしょう。はい。じゃあ、ここ、90度にします。あ、ここ、つかみ直さなきゃいけないですね。90度にして、はい。ここと、ここ。はい。はい、600で。どうでしょうか。できましたね。はい、じゃあ、ちょっと、ちょっと色つけときましょうか。ちょっと。はい、これ。はい。クリップです。ほっとしました。次は、これのちょっと寸法線の説明しましょうね。見てくださいね。はい、これ丸なんです。丸なんです。ここは矢印なんです。ね、この違いって、私、ここ、先ほど寸法線のところで、この端部っていうところで、ちょっとクリックして操作したんですね。これはなぜかっていうと、皆様にちょっと違いを見ていただきたかったんですね。丸の場合には、建築とか電気、図面に使われてます。で、この、矢印の、この場合は、土木関係。土木業界では、この矢印で、寸法線表してますね。各業界で、決まり事みたいなのがあるんですね。はい、そしたら、一応これで、もう終わったかなと思って、一回、範囲設定、はい、設定で。さあ、もう終わりだ。ほっとしちゃって。ほっとしちゃって。ああ、よかった。なんて、ああ、いけない。保存してなかったわ、と思ったら、これです。戻るボタンです。戻るボタンで、前の図面が出てきます。これからもう一回、保存ですね。ファイルをつけて、
ファイルの名前をつけて保存で終了です。もう一度コマンドの復習でした。丸、三角、四角、線で組み合わせ、いろいろ図形を書いていきました。そして寸法が入りましたね。コーナーコマンド、方楽、ソリッド、伏線、たくさんのコマンドを使いました。色を使うことでまた違う楽しみもありました。それぞれの特性を生かしたコマンドを使いました。手書きだとこのようなはっきりしたピッとした線はなかなか書けません。戻るコマンドも便利でしたね。色をつけて合わない色なら消去コマンド、戻るボタンでも簡単ですね。修正して紙を汚したり紙を破いたりすることもありません。このようにコマンド、道具は慣れるといろいろなことができます。覚えてください。そして慣れてください。図の書き方、色の付け方、いろいろな操作方法があります。2日目のレイヤーの説明に使った外構図や平面図です。再びおでんの動画ですが、使わなかったコマンドをまた追加して見てみましょう。これから、おでんを書いた振り返り、ちょっとやってみましょう。ゆっくりいきますね。図形のコマンド選びました。はい、これさつま揚げです。はい。70mm から30、70×30 ですね。そして、二線の、これ、先、二線、伏線やってないですね、伏線。ここから、1.5mm、ちょっと離しましょう。はい、線コマンドです。角度15度、大きくしましたね。右で掴みましたよ。45度ですよ。右で掴みましたよ。はい、45度です。はい、これ、ヒゲみたいに出てしまいました。これをきれいに処理する方法は、コーナーですね。はい、クリックします。見てください。きれいにできます。ね、パソコンの場合には何通りもやり方があるって言ってましたでしょ。もう一つあるね。方楽っていうので、ここをね、囲むんです。左で囲むんです。はい、きれいに消えました。はい、そしたら、次は、ハッチをしてみましょう。ハッチ。ハッチは、この中に、線をね、入れましたよね。はい、入れてみますね。一線で入れるか、二線で入れるか、三本の線で入れるか、これは自分で決められるんですね。はい、一応、初めの線選んでいきますね。はい。はい、左で選んでます。はい。はい、ここまで来ました。全部囲みましたね。そしたら、一線でまずやってみましょうか。45度です。で、ピッチが今10ミリで入ってますね。で、これで一回実行してみますね。こんな感じ。どうでしょう。ちょっと粗い。もうちょっと細かくしましょうか。ということは、戻るボタンで、二線にしました。ピッチコですね。同じですよ。はい。それで実行します。はい。こんな感じ。どうでしょうか。これで、マイナス45度。ちょっと90度のね、感じでこれ。もう一回こう入れます。はい。見てください。細かく線を入れましたので、こんにゃくが味が染みますって言ってましたでしょ。あれです。はい。次は、麺取り。鹿児島で美味しいのを食べましたよって言ってましたでしょ。麺取りですね。丸くしましょうか。
この面取りっていうコマンドを選んで、この線とこの線を選びます。はい。丸くなりました。どうでしょう。ちょっと丸すぎましたかな。ちょっとじゃあ戻って。戻って。5ミリにします。5ミリにします。このぐらいの方がいいですね。はい。下は蚊。これにしますか。はい。同じ角度でも見てください。はい。はい。大きくしますよ。拡大って。左上に拡大ってなってますよ。はい。拡大。見てください。こんな感じ。すごいですね。じゃあ、こう、先、拡大したついでに、ちょっと、色つけちゃいますかね。先にね。さつまげの色をつけましょうか。多角形の、はい、これの色がさつまげ、これじゃちょっと濃すぎますね。もうちょっとこの辺、この辺ですかね。結構便利ですね。この、ね、中で選んでいけますからね。 OK です。ありましたよ。そしたら次はこんにゃくも色つけときますかね。こんにゃくや腕、OK、大根をちょっとかましててくださいね。これで今、まだやってないのが中心線、まだやってませんでしたよね。はい、中心線コマンドです。はい、この線とこの線の中心線です。はい、中心線です。でこれを中心線ですから、串をね、串の太さを入れましたね、さっきね。2線で入れましたっけね。2線で入れましたね。これは、ちょっと大きくします。この線。1ミリぐらいですかね。この線を中心にして、ちょっと下まで入れましょう。はい、今度線、真ん中の線にね、基準線いらなくなったから、これを消去ボタンで真ん中、はい、消しました。で線ちょっとここね、一本、この線コマンドで、はい、入れました。もう一本、上も。入れました。さて、ここどうしましょうか。コーナーで、ここと、ここ、ここと、ここで、綺麗になりますね。はい、今度下ですよ。はい、ここ。ここはなんで処理しましょうか。ほら。これは何回かも使いましたね。皆さん覚えていらっしゃるかな。何回もやりました。綺麗になりました。はい。はい、切っとく。はい、こうしたら今度、線消しますね。真ん中の線。串に刺さった線を。はい、この線の、ここからここまでを消します。はい、こ
このここからここまで、はい、切りました。はい、この下ですね。はい、もう一回線コマンドですよ。選んで、はい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 。どうですか。ちょっとこれは大根がないんですけどね。様々なコマンド使いましたよ。これからさつま揚げ、さつま揚げの絵で、違う面取りの方法ありましたね。ここでもコマンドの復習でした。どのようなコマンドが使われていましたか。前半のおでんの図に加え、まだ使用されていない面取り中心のコマンド線を使いました。コマンドを使いました。私は今回の講習で1日目のお絵描き、3日目のおでん、羊羹、このようにCADでお絵描きしたのは初めてでした。楽しく使うことを発見しました。目先の仕事に追われてコマンド、道具に使われていました。道具に使われているのではなく、道具を使っていたらもっとスムーズに仕事ができたような気がしました。皆さんは楽しんで余裕を持って回り道も良いかもしれませんね。CADのコマンド、機能を十分に使って楽しんで仕事ができたらいいですね。円を描く、線を描く、線を伸ばす、分割、中心線、面取り、測定、保存、たくさんの道具がCADにいっぱい詰まってます。それを上手に使ってください。以前の手書きの時に大変だった作業がコンピューターで使うとあっという間にやってしまいます。同じ線を何本も描くときも T 定規、三角定規、分度器を使い描いていましたが、筆圧や芯の太さや減り方でムラがありました。CADは一瞬で描きます。線の太さも完全に一定です。消す作業、消去コマンドでピッと一瞬です。3日間の講習でコンピューターの力、CADの凄さを見ていただきたかったのですが、どうでしたか？お楽しみになりましたか？ CADの練習ができそうですか？このようにコマンドは慣れるといろいろなことができます。覚えてください。慣れてください。CADに関心を持っていただけたら幸いです。皆さんはきっとすぐ思えますよ。携帯、スマホを使いこなす力があるのですから。慣れます。できます。この講習会での少しのCADのことを知っていただけたでしょうか。 1. CADはどのような社会に貢献できるか。 2. CADを使う仕事はどんな仕事があるでしょうか。 3. CADの魅力を生かせる土木・建築業界とは。 4. CADを習得するときについてお話ししたいと思います。 CADを利用する職業はいろいろあります。今、私が土木建築へ皆さんをお誘いしているのは訳があります。土木建築の仕事は紀元前4000年のエジプト時代から現代まで延々と続いています。また、ここ数年、巨大化する台風地震、神戸、東北、熊本と大きな被害も出ていますね。この災害時に私たちにできることはないだろうか。あるんです。 CADで描かれた図面が役に立つのです。道路、橋、トンネル、あらゆるところで参加できる仕事があるのです。社会に貢献しながら私たちも豊かな生活ができるのです。土木建築業界でも CADを使う仕事がたくさんありますね。今ではほとんどの仕事はパソコンに変わっています。やりがいのある仕事はやりがいのある仕事に就きたいですね。人々の生活に関わり、出来上がった道路、橋、トンネル、あらゆるものを目で確認し、自分の足で踏みしめることができるのです。私たちの生活にまさに直結ですよね。ここの道、ここの橋、私も工事図面に参加しました、と言えますね。私は建築の仕事でしたが、何十年経っても
頑張っていた頃のことは忘れません。このビル、この家、ご主人様、奥様はお元気かしら。懐かしいものです。最近土木建築の仕事をしている女子は増え続けています。女性が働きやすい職場の環境が整いつつあるのです。どの業界でも、どの社会でも、 CAD の、CAD も利用の仕方、使い方にもルールがあります。同じ業界で経験を積まれることが何より重宝され、また自分自身の武器にもなります。建築のレイヤーについてお話をしました。建築の場合は会社内であったり、担当者グループの決まり事としてレイヤーはかなり自由な使い方をしていますね。土木建築の場合、多くの工事が公共事業のため、図面の作成方法に決まりがあります。 CAD 製図基準の中で使用必要とされている図面の種類、図面の大きさ、表題、 CAD のデータの名前の書き方です。レイヤーの使い方、線の色、太さ、このような決まり事がたくさんあります。土木図面を少し見ていきましょう。レイヤーの名称の一覧表です。どこのレイヤーに何を書くかは決められています。図面の線、色、細かな設定基準があります。基準に従って書かれた横断図面です。基準に従って書かれた舗装工詳細図です。基準に従って書かれた道路詳細図です。基準に従って書かれた側溝詳細設計図です。いろいろ決められていると大変なようですけど、かえって楽かもしれませんね。このように書く内容は違いますが、建築も土木も同じプログラム CAD で書かれています。土木用の CAD ステップ講習は令和3年に企画されている予定です。お会いできることを期待しております。CAD を学ぶ、習得する方法はいろいろあります。それぞれの状況で自身に合う方法を見つけてください。スクールに通う、メリット、基礎知識、設計の基礎スキルが学べる。デメリット、受講費が高額である、訓練校に通う。メリット、受講料は基本的に無料、テキスト代は必要。デメリット、基礎的な部分の操作しか学べない。独学で習得する、土木系会社に勤める。メリット、賃金がもらえて CAD による製図を効率よく指導される。実務経験が効率よく積める。デメリット、スキル不足と判断されるケースもある。 CAD の習得方法についてお話ししました。それぞれメリット、デメリットがありますね。最初にお話をしましたが、私は48歳にパソコンに出会い、CAD を教えてもらいながらお給料をいただきました。そしてこの年に皆さんにこのような形でお会いできました。とてもこの機会を持つことが私にとって素晴らしいことだと実感しております。今回資料として載せていただきましたが、インターネットについてお話ししたいと思います。インターネットはあらゆる情報があふれています。わからないことをすぐ検索、世界につながっています。自分のこと、やりたいことの歌なども世界へ公開できます。日本、世界中のお店から買い物ができます。パソコン操作の質問箱やお手本がいっぱいあります。インターネットを使う、いくつものパソコンやスマートフォンなどをつないで情報のやり取りをしたものがネットワークと言います。ネットワーク接続のために回線とプロバイダーという接続組織と契約が必要です。3、インターネットの接続使い方。回線とプロバイダーとの契約をすると、日本中、世界中、すべてにあなたのパソコンがつながっているのです。皆さんがこの研修を受けた後、インターネット上、
にはワード、エクセル、CADの独学できるサイトがたくさんあります。皆さんがその気になれば必ずパソコンを使いこなし、皆さんのレベルアップになります。 CADを始めるには、もし今回の講習を見て、私ちょっと CAD をやってみようかしらと思ったとき、どうしますか？まずパソコンをゲットしましょう。近くにパソコンを使っている人に聞く。意外と始めるなら貸そうかなんてことも。買う。その場合はあまり高いものではなくても大丈夫です。会社から支給される。これっていいですよね。お手本がたくさんあります。インターネットにはまず接続してみましょう。皆さんのレベルアップ間違いなしです。パソコンが手に入ったら、 JAW CAD は無料なんです。かなり高性能です。土木・建設業では広く仕事に使われています。使いこなすには線を描いたり、絵を描いたり、描いたり、CAD ソフトに慣れてください。インターネットを利用すると、学ぶだけの教材、お手本、学ぶための教材、お手本がたくさんあります。インターネットに接続しましょう。時代の流れ、変えるとき、変わるとき。コロナが猛威を振るい、日本全国の人々の暮らし方が変わりました。3密を避けようと、人々の接触が難しくなり、テレワークがさまざまな分野で採用されております。この CAD の講習も まさにそれです。コロナウイルス防止策によって、人々の移動や経済活動は停滞し、その影響を観光業や飲食業の方々は大きく受けています。また、就職を考えている高校生にとっては、希望する企業が採用活動をしていないという厳しい現実に直面する場合も予測されます。このピンチの時に、鹿児島県のこのような産業の方々の生活を守るため、公共事業の比較的需要が顕著な建設業で、一時的な出向や副業、さらに長期的な勤務ができるように、就業マッチングの基礎を作ることを目的として、令和2年度補正予算の緊急コロナ対策の鹿児島の明日を作る現場人応援事業を実施 しました。今回の講習を機に、CAD を使った方は、ぜひ CAD の体験、そして CAD への一歩をスタートさせてください。JAW CAD は細かい設定で設定ができ、複雑な機能もたくさんあります。ですが、覚えていくまで少し時間がかかります。一つの図を書く操作も何通りも方法があります。慣れないうちは混乱するかもしれません。はじめはシンプルな方法で覚えていくようにすれば、少しずつ慣れて便利に使いこなせると思います。興味をお持ちになり、便利なたくさんのコマンドを覚えるのも良い方法でしょう。今後ご質問を受ける場所を準備する計画です。ぜひ生活安定向けて一歩二歩とお進みください。3日間の講習が終了しました。お疲れ様でした。皆様のこれからのやりたいこと、少しでもお役に立てたらとても嬉しいと思います。また土木建設業界に魅力を感じていただけたら嬉しいです。